午前1時の原駅です。真夜中ですが、人が続々と駅の中に入っていきます。これから何が始まるんでしょうか。辺りは真っ暗の午前1時。地下鉄鶴舞線の原駅にヘルメットをつけて集まった人たち。この日のイベント、こんな真夜中から始まるというのに3600人以上が応募。見事抽選で選ばれた65人が参加しました。一体何が始まるのかと思っていると、参加者たちはホームからそのまま線路に入り、ヘッドランプをつけて真っ暗なトンネルの中に。線路脇の狭い通路を一列になって歩きます。これは終電の後、地下鉄のトンネルを探検する夜間トンネルウォークというイベント。名古屋市の市営交通100周年を記念して開かれたもので、市民が開業後のトンネルに歩いて入るのは1957年の地下鉄開業以来初めてなんだそうです。列車がどこにいるかというのが分かるような駅までの距離を示す標識や、運転手に知らせる信号設備、どれも普段は間近で見ることは決してできない鉄道ファン垂涎のものばかり。車窓からも見えるこの文字、ゼロではなく O なんです。電車が駅に近づく際に運転手がアクセルをオフにする目安の標識です。参加者はこうした地下鉄のマニアックな裏側を学びながら、真っ暗なトンネルを隣の平張駅まで往復 1.8km をウォーキング。自分はどっちかというと、もう鉄道関係で大興奮してるんで、眠気はすっ飛んだかなって感じですけど。30分ほどかけて到着した平張駅で待っていたのはこちらの黄色い車両。線路のズレなどをレーザーを使って測定する、いわば地下鉄版ドクターイエローです。他にも線路を高圧の水で洗浄する車両など、とってもレアな特殊車両に参加者は大興奮。この時午前3時前、皆さん時間も忘れて写真を撮っていました。あっという間に過ぎてしまったので、眠くなることもなく今日のイベントを最後まで楽しむことができました。すごい楽しかったですね。普段見れないところがやっぱり見えてよかったですね。